10秒前です。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。どうも森光です。大河です。二人合わせて金ピラカボーです。よろしくお願いします。今週の金曜日14日バレンタインデーだったけど、森光チョコもらった？まあ一応ね。あ、マジもらったわ。え、誰から？お母さん。お母さんかよ。なんかそれはもう定番だからな。うん。お前のお母さんからもらった。え、俺の？え、俺のお母さん？うん。お前のお母さんのお母さんからもらった。それおばあちゃんやし。あの、手紙ももらったぜ。え、手紙もついてたの？うん。なんて書いてた？森光くんへ、好きです。結婚しましょう。マスカや。絶対嘘だろや。え、ちょっと。俺なんか、あの、返事するの、なんか変な、だからさ、俺の代わりに返事しといてくれん。よろしくお願いしますって。いや、オッケーだば。つい、待って、そしたらお前、俺のおじいちゃんになるやし。今日から、おじいちゃんやさ。やさや。ってなるかや。もういいよ。どうも、ありがとうございました。キラキラ光る。お空の星よ。きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ。はい、始まりました。 FM ギノワン FEC チューンド、木曜日きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ、生放送でお送りしていきます。はい、沖縄にありますお笑い団体演芸集団 FEC で芸人やってますきんぴらごぼうの金城大河と富川森光が、はい、お送りしていきますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでございますが、今回が32回目生放送でございますね。すごいもんですよ、32回も。32回生放送って、もう人間だったら32回ってことですよね。そう、これは人間だろうが、虫だろうが、猫だろうが、これは32回ですね。でも、はい、ダニカの場合は32回じゃないってこともある、うん、ダニはねダニはあ、ダニだけ別カウントなの。いいよ、ダニの週で32は結構きついさ。あ、確かにな、うん、もう実質も32どころじゃないよ、ね、32どころ5800ぐらいっていうこう何と掛け合わせてっていうこうね、あの元がないので何の話に全然出ないんだけどということで、はい、ということで、今日も元気にやっていきましょう、はい、沖縄の芸人でございますので、はい、よろしくお願いいたしますね、うん、このラジオメールも募集しておりますよ。797@fmgino1.com 797@fmginowan.com までメールお待ちしております。はい、テーマ何でもよろしいですよ。今日あった出来事、なんか相談、相談とかねいいですよ、全然ちゃんと答えは返せないですけどもメールお待ちしています、よろしくお願いします。はい、またツイキャス、はい、ユーストリーム、サイマンラジオ、リッスンラジオ等でも同時生配信しております。ツイキャスはね、すぐコメントも、あ、こちらスタジオで見れるようになっていますので、うん、どんどんコメントよろしくお願いします。はい、はい、早速ツイキャスコメント来てます、ね、ありがたいですね、中田猫さん、こんばんにゃ。はい、はい、ありがとうございます。そして大田栗さん、はいはい、お久しぶりですね。こんばんは、はい、ありがとうございます。はい、2月のね、はい、第2週、第3週になるのかも、うん、3週でございますが、まあね、オープニングのね、漫才にもありましたように、うん、バレンタインデーの週で、ね、バレンタインデー週か、うん、もらいましたか、ちょっと。もらってないですね。まあ、これなんか3円とかに行って、うん、3円とかだったら、なんかこう、なんだろう、このピロティっていう。エントランス、はいはい、例えばこうエレベーターの前とかのこう大きい広場で、うん、こうなんかチョコ、そういうバレンタインデーフェアみたいなやってるんじゃないですか、うんうん、そこで買ったらいいさ俺チョコ好きじゃないから。あれって、あ、そうなんだ、チョコ好きじゃない、好きじゃない、あ、嫌いっていうわけでもないないけど、うん、その今までもらったやつも、うん、あんまり自分で食べてないな。あげ、他の人にあげても、家族とかにあげますね。チョコの、あ、まあそうだ、好きじゃ、うん、嫌いではないけど、ね、特になんかそんなに食べないかな。
お菓子とかでもあんまり食べてるイメージがね。ああそうだ ね、うん、なるほど。そうか、うん、チョコね。でもなんかこのいい頻度で食べないと、うん、結構ちょこっと食べない。この本当にもうさすがですね。幾千と使われてきた技、うん、何回も使われてきたやつですけど、はい、チョコ。ミキさん、なんか誰かにあげました、チョコ。お父さん。いいじゃないですか。父さんだけ。どんな手作りです？手作りです。わー、いいじゃないですか。いいですね。これはもうなんか、あの、こう、一からカカオ豆からってことですか。いやー、一番の。そうですもんね。現地に赴いて。赴いて、ガーナで。チョコレート。いいじゃないですか。いいですね。ね、でも嬉しいですね、娘から。いやー、嬉しいでしょう。もうそんなのもう嫌いとか言えないぞ、森光だって娘で。あ、いや、嫌いではないから食べはしますけど、でも自分で食べてっていう。最悪な親だ。自分で食べてよ。一口は食べるけどね。チョコ僕好きなんですけどね。あ、そうなんですね。うん、一番ね、うん、何がいいかな。そんなこと言ったらほらなんかよく言うのがなんか、何？ゴディバのさ、いやいや絶対絶対さ、うん、あのカプリコーンが美味しいって。わかりますね。わかります？カプリコーンだったら俺ももらったらめっちゃありがとうっていうはず多分。はあ、うん。カプリコね。えのっていうはず。カプリコーンなの？カプリコーンじゃないの？カプリコですね。カプリコ。絶対好きじゃないだろ。いやいや、好き好き。めっちゃ好き。一番好き。あれと、うん、あれとって。これが一番ね。カプリコが一番ね。そうそうそう、円柱が、円盤型の、うん、この、サクサクした、コーンクレークのチョコバージョンみたいなのが固まったやつ。ギュッとさせてる。ギュッとさせてるやつ。ピザみたいな。チョコフレークみたいなやつ。チョコフレークのピザ型みたいなやつ。あれもめっちゃうまいね。ああ、美味しいね。うん、あの二つだったらもう本当に、食べる。自分で。買ってても。そうそう。チョコね。ゴーディバ、結果そうだよな、うん。お肉とかも全部そうだけど。なんかもうそこまでいったらもうなんか、好みの範囲になっちゃうから、うん、そこにお金かけれるみたいな。まあでも、ひろきさんから。ひろきさんコメント。セイントセイヤからチョコはいただきましたって。これセイントセイヤっていつも出てくるやつ？そう、僕が、うん、お家帰ったら一時期お姉ちゃんがセイントセイヤハマってまして、うん、ドア開けた瞬間にセイントセイヤーダダダダダオープニングがねってオープニングがいつも聞こえるって。おお待って、今日オープニング喋りすぎじゃない？今日大丈夫大丈夫、全然大丈夫。こんなもんです。ユーミーさんからもこんばんはって来てますね。今日はポカポカ暖かい日でした。ああ、いいですね。いいですか。あと、ね、最近は沖縄もね、うん、徐々にですけども、でもまだ寒いか。バレンタインデーでちょっとチョコつながりなんだけど、うん、僕民泊で、うん、バイトをちょっと待って、チョコつながりじゃないチョコつながりだから聞いて。あ、そう。民泊でバイトしてまして、うん、掃除で部屋にある部屋に入ったんですよ、うん、そしたらトイレめっちゃうんこ漏らされてチョコじゃないからほらダメって言ったさ。いやいや、でもつながりはあるでしょ。つながりもなんもないだろう何もフィットしてないよ。びっくりしたのが、トイレがあって、個室のトイレあって、廊下挟んで向かい側に洗面所があるんですよ、はい、洗濯機とかがあるんですけど、洗濯機にもうんこついてる側面にどんな、なんで玄関に置かれてる靴下も白い靴下だったはずなんですけど、茶色に染められてて、こう発射した勢いで部屋中こうなんかピンポン玉みたいにパパパパパパーンってこう部屋中暴れまくったんだろうな、なんかな、プシュでこうジェット噴射みたいになっちゃって、もう自分では歯止めが効かなくてこうパパパパパーンってこういろんなところに。普通の漏れ方じゃないわけよ。洋便器のこの側面みたいなのあるじゃないですか、下の部分全部、あれも全部なんかもうさーってなんかアートみたいな。モダンアートね。モダンアートみたいな。シャラ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 、床も全部、壁も。シャラ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 。なんか均一になんか。なんならちょっと綺麗なぐらいの、うん、スプレー加工したみたいな感じ。面白かったっすね。チョコじゃないやし、全然もう。バレンタインも近かったからかな。近かったからかな。うん、なんかの、こう、暗示でしょうね。じゃないと思うんですけど。
まあ、こんな感じで1時間お送りしてきますのでお付き合いください。よろしくお願いいたします。じゃあ一旦 CM 行きましょう。 CM です。うんこやさにチョコじゃないさ。偶然ですね。でももうなんかもうほら今、まあ、チョコみたいになってるけど、うん、もう全然チョコじゃなくてもいいんでしょ。ああなるほどね。なんかそれこそまあお菓子ね、他のクッキーだったりとか、うん、何かこうプレゼントするみたいなってことでしょ、まあ、元々の風習は。そうそう、お菓子ってイメージですけど ね、なんかチョコもそうですけど、なんかこうチョコを入れてるケーキだったりなんか、そうね、カップケーキチョコを入れてる、うん、容器がなんかマグカップとかね。あ、まあまあなんかいろいろバリエーションは本当に豊富にあると思います、ね、それこそ、うん、もうこのひろきさんのコメントのセントセイヤからチョコをもらいましたかがずっと更新されないから残ってますひでのぶです。ラジオ名言います。キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ FM 機能 FEC チューンの木曜日、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ、栃木ですね。栃木今ね、こうなんか森内さんがね、こう次のコーナーで読む台本があって、うん、まあまあまあ読んだらわかるでしょう、はいはい、ということでじゃあコーナー早速行きたいと思います。ニュースでトーキングレディオ。はい、ここでは最近起こった出来事、ニュースなどを僕たちの目線でお話ししていくコーナー、はい、芸人目線で楽しくお話ししていくので温かい耳で聞いてねということですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、まあ、ということでさ、3、4回目ぐらいかな、うん、ということで、まあね、もうあのキンキンであったニュースについて2人でお話ししていくコーナーなわけですけども、どうします、今日は。はい、じゃあ森光さんから僕からいきましょうかね、はいはい、お願いします、栃木小山かな、お山かな、小さい山って書いてある、うん、栃木小山市議会の、副議長、うん、セクハラ問題で7度目の辞職勧告ちょっと待って勧告出すすぎだろこれ。7度目の辞職勧告ということで、こちら副議長、角田義弘さん、うん、67歳、うん、2015年9月に、1回目の辞職勧告受けまして、先やしこれまたで、まあその次には法的拘束力はないということで、はい、辞の、うん、辞表の、うん、この表明と役職の辞任をしていないということで、うん、まあまあセクハラをして、この女性議員さんから、うん、女性芸人にセクハラしたんだ。そうなんです。あ、まあセクハラだから、そっかそっか、うん、そうだね、はい、そうなんですよ、うん、で、もうセクハラやめてくださいよみたいな感じじゃないですか、うん、もうでももうこんな7度目だ、2015年9月に1回目こう勧告、辞職勧告受けてるってことは、うん、やめないとやめさせない、あ、これや、そうそう、セクハラやめないと議長やめさせますよっていうことで、そうそう、副議長ね、おそらくだけど、うん、その前から何回かやってないとやめれってならないさ、うん、相当やってると思うわけ。いや、うん、いやいや、もうお店行けってなるよな。そうだな、そうなんだ。そんなに触りたいんだったら、まあでもその人が好きなんだろうな、もしかしたら。その、ね、セクハラやっちゃってる、セクハラの対象になってる女性がずっともう同じ人で、うん、そんな、なんか、いや、もうどうしようもないと。小6ぐらいのなんか、モチベーションなのかな。俺、う、は、ん、ずっと好きだよみたいな。好きな子にちょっかい出しちゃうみたいな。うん。67歳だよ。だいたい3回ぐらいでもやめさせんとダメだろ。あ、まあ、法的拘束力がないからということで。セクハラのこの。そう、本人は否定してるんですよね。うん、やってんよ、みたいな。セクハラやってんよ、俺は。どうとも言えないな、これな、もう。まあまあ、やってないって言ってるしね。本当にやってないかもしれないしな、うん、本当に嫌が、逆にその、訴えてる女性議員の方からの嫌がらせかもしれないしね、うん、そういうなんかさ、こう、うん、なんかそういう、まあ、こう、まあないと思うけどな、政治的ななんかこう流れがあって、そういう流れになってるかもしれないしな、うん、どうにか無理くりやめさせようみたいになって、うん、まあ、でも本当に何とも言えないから、それに関しては、うん、にしても7度あったんだなっていうね、そうそう、どちらにせよすごいなっていう、もう心は強いよね、うん、どちらにせよ、うん、だって恥さ、結構セクハラでやめれってまで
こう67歳になって言われてるってこと。もうこれ栃木のそういう市議会議員でそういうお決まりの出来事なんですね。なんかそのダチョウ倶楽部でいうお前押すな押すなみたいな、いや押せみたいな下りなのかもしれない。もうそういうセクハラするなよするなよするなよみたいな、してしてるやしっていやないだろ、してないしてない、それはないだろまあということで、今日の僕のニュース、栃木小山市、小山市かな、うん、議会の副議長セクハラ問題で7度目の辞職勧告、はい、はい、ということでした。いや角田さん気をつけてくださいね、うんうん、はい、ということでじゃあ次タイガーのニュース僕いきましょうか、はい、僕は沖縄のニュース読んできてると思いますが、はいはい、オレオレ詐欺沖縄では難しい、還付金詐欺が過去最多のわけ、うんうん、ということで2016年に沖縄県内で発生した特殊詐欺のうち医療費などの払い戻しがあると嘘の話を持ちかけ、現金自動、これなんていうのかな、支払い機、うん、ATM ね、通称 ATM でお金をだまし取る還付金詐欺が、その2016年に16件、はい、被害総額でいうと1694万円に上り、件数、被害額ともに、県警、沖縄県警が統計を取り始めた2004年以降、過去最多だということが分かった、うん、はい、沖縄県警生活安全企画課では、まあ、市役所だったりこう金融機関の窓口以外の還付金で、還付の手続きっていうのはもうすべて嘘ですということで注意を呼びかけてますよということで、うん、まあなんですけどもまあなんかそのでそれに関してその今還付金詐欺が多くなってるんですけど、はい、オレオレ詐欺、はいはい、なんかもうねこういうなんか特殊な詐欺のもねもうあの代名詞とでも言うこのオレオレ詐欺なんですけども、うん、そのオレオレ詐欺は県内での発生はこう減少傾向にあり、うん、こう昨年2016ね、はい、はゼロ件だったと。おで、まあ、調査関係者曰く、うん、こう沖縄、うん、特有のアクセントが難しくて、うん、でこう基本こういう詐欺を行っているのは県外のグループ、はいはい、でその県外の詐欺グループが還付金詐欺などの確実な手法にこうシフト、なるほど、こうね、手口をこうシフト変えていってる可能性が考えられるとして指摘していますよということですね。はい、まあ、だからその沖縄独自のか、まあ、うちな訛りというのかな、はい、イントネーションがやっぱりこう違うから、うん、そもそもでこう違和感を覚えるらしいですね。ああ、そうみたいですね。こうあの、うん、まあ、それこそお年寄りの方などはなおそうだと思いますので、うんうん、まあまあなんだろう、なんかなんだろう、こう期待せずして防がれたみたいなね。まあまあ確かにね、うんうん、予期せずあっち側もびっくりするかもしれないしね、うん、こう俺って言ったはな、いや何、いや嘘だ、ヌアビトがヌアビトがみたいな、あっち側もなるかもしれないしね、ガガの一種ですかヌアビトがということですね。いやでもまあまあそれでも還付金詐欺が増えてるってことなんで、だからそうそうそう、もちろんね気をつけて、いろいろもうだから詐欺の手法もどんどん増えてくるかもしれないですよ、うん、まあそれこそなんかそのあの灰原町ってかぼちゃ有名ですけど、なんかそのかぼちゃ高く、うん、ダメ買いませんか、もうダメ言うの、ダメ、パンプキン詐欺みたいなね、はい、あー言っちゃったもうこれ言っちゃったということで以上、キンピラゴボーのキンキンピラピラ危ないですね、はい、まあまあね、まあいろんな詐欺ありますけど、うん、まあ基本はちょっとお互いにかかるぐらいね、なんかお金絡みがあったら、まあそんなことはありませんので、美味しい話はちょっとね、やっぱり裏にこう、なんていうんですか、落とし穴がありますので、気をつけてね、で、そのまたそのお年寄りだったり、こう、ね、身近にいる人がいれば、こうね、定期的にお声かけしていただくとか、お父さんお母さん方、おじいちゃんおばあちゃんに声かけするっていう心がけが、すごい、県の授業みたいでしょ。でもあれもあるかもしれないですね。なんですか、こうタイヤ交換とかしに行って、うん、こう騙されるというか、あやや嫌なやつやられる、うん、あのパンク品詐欺っていうのでもあるかもしれないですね。なんか他にありますね。ああそうですね。まあなんかそのテーブルマナーでやっぱりこういろいろまあのー、あ、このなんかナイフフォークはこう内側、はいはいはい、外側から使っていくんだよみたいなだったりとか、うんうん、こうあのなんかこの白い布の使い方を間違えずこうナプキン詐欺みたいな、ナプキン詐欺みたいな、ナプキン詐欺はなんかちょっとあの卑猥だからそう捉え方しないのこれ大丈夫だろ先生、女性をバカにしてよしてない俺女性大好きだから冗談ですよ皆さん冗談ですよ
ということで、うん、まだ気をつけてくださいね、はい、という感覚でした。ということで、はい、以上僕のニュースオレオレ詐欺、沖縄では難しい還付金詐欺が過去最多のわけでした。はいはい、ということで、じゃあ今後もね、うん、いろいろニュースについて、お話ししていきますので、よろしくお願いします。いきましょう。以上、ニュースでトーキングレディオのコーナーでございました。はい。曲いきましょうか。お。まあ、そんなね、うん、まあ、詐欺にあったときは、こんな感じになるんじゃないかなっていう曲。そんな曲ありますか、お送りしたいと思います。うん、布袋寅泰で、スリル。いや、並んだろ。スリリングだなっていう、これがあのかの有名なやつですよ。わかりますこれ、うん、まあまあ聞いたことあるああそうですか。この始まりをというか多分タイガがラジオで前に流してる。ああそうかそうか、うん、別のやつか。なるほどね。俺は最近あれだね、うん、チェッカーズですね。チェッカーズね、涙のリクエストですよ。かっこいいですね、チェッカーズはもう、うん、なんかさ、チェッカーズみたいな、うん、それこそ衣装がいいんじゃない？どう？ああなるほど。でも俺あのチェッカーズの髪型にしたいと思ってるよ、うん、あのカウカウみたいな感じにちょっと寄りがちだけど、ちょっと赤強い感じで、うん、いいと思いますけどね、チェッカーズ。まあまあ、うん、これひろきさんのコメント、これ何なんだろう。これ俺は全然わからない。江頭2時50分ぐらいの感覚ってことかな。そういうことですかね。きんぴら23時20分よくわかんない。何を暗示してるのかな。はい、ということですね、はい、今日は本当にツイキャスで見てくれてる人が異常に少ないですね、うん、いやいやいや、ありがたいです。ありがたいですね。ありがたいですね。でも今この、な 4名ですか、うん、1,2,3,4名、はい、見てくれてるということで、ありがたいですね。ありがとうございます。今ね、うん、今週土曜日にあの、はい、お笑い劇場っていう僕なんか事務所の所属してる事務所 の、うん、あの定期公演がね、はいはい、今週土曜日18日にあるんですけど、あります、まあ、そのチケットをなんかその売ろうかなと思って、うん、僕今日チケットこう販促手段、販売促進手段として、うん、もう個人的にこうキャッシュバックしますよみたいな、うん、はいはい、500円キャッシュバックするので、そのコメントくれた方抽選1名でやりますよって言ってるんですけど、うん、今のところコメント1名しか来てないので、うん、もしなんかこれ聞いてお笑い劇場ちょっと行きたいなっていう方がいましたら、うん、僕のなんかなるほど、ね、こっちに直接書き込んでもらってもいいですけどね、うん、あの抽選に回しますので、うん、今のところその一人が 100% 500円キャッシュバック受け取る様子になってますので、それじゃちょっと楽しくないからね。そうそうそう、うん、ちょっといっぱい来るかなと思ったけど、まだこのあのアップした時間もそうだったけど、うん、もう一人だけだった、うん、ちょろんって、ね、まあ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 、タイミングもありますからね、うん、来れたりまたその別の日に。結構さ、だからイベントとかって俺もそうだけど、うん、あの後から知ることが多いわけよ、うん、ああこれ行きたかったみたいなのとか、ね、うん、だからそういう風にできてるんだろうね。できてないね。そう、いや、そのイベントやってそのイベント終わってよかったよねみたいな風の噂が流れてて、あこんなのあっ、いやこれ確かにやってたやみたいな、こうなんか周りこう全体的なそういう、うん、そうだね、雰囲気になるんだろうな。 そのそれを言った人がこう、うん、上げるさ、うん、これに行ってきましたみたいな、ね、SNS とかに、あ、めっちゃ行きたかったよな、行ってよみたいな、いやいや、そういう流れなんだ、うん、その決まり。これさ、なんかあの心理学に法則ありそうじゃない。ああ、ありそうですね。他の人が行ったら行きたくなる、あの行きたかったっていう思い出す現象みたいな、うん、でもだから最近そのもうパッて見て、うん、たまにそう3日公演の時とかあったりするさ、うん、そういう時はおーおーと思って急いで行ったりしますけど、うんうん、なんか見たいですよね、うん、でもね、それこそ最近粒マスタードさん の、うんうん、あの展示会に行ってきました。まだやってるの、多分まだやってると思います。このなんかイラストレーターなんですよね。そうですそうですそうです。すごいすごかったね。うん、うん、なんか、うん、すごかった。イメージはあったんですけど、うん、こんな絵描いて、まあ以前からちょっと何個か作品も見てたので、うん、こんな絵なんだろうなっていうのをやっぱり実物で見たら、うん、こう画像とかでしか見たことなかったから、あ、はい、あ、やっぱ全然違うなと思って、その実際に見に行くのと。コミックとかも書いてて、へえ、
面白かった。そうなんだ、うん、ヒーローもののコミック書いてた、うん、でそれもただで無料でその展示会で読めますので公開したんだ、うん、なんか劇場のさ、うん、天物館ってところでやってるんですけど、うんうん、こうあのホールに天物ホールに入る前にこうエントランスっていうこう、はいはい、ねあるじゃないですか、うん、あそこで何かやってもいいんじゃない、お客さんが来る前。なるほどね、そうそうそう、あそれもいいね、展示会みたいな、あ自分の演出の時にやろうかな、じゃあそうそう、それでそれでいいと思う、それで、うん、はい、ということで、はい、そろそろまた、始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。流れ星流れてるな。あ、いた、頭に当たっちゃった。きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら王子様ラジオ FM 機能 FEC チューンド木曜日きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら王子様ラジオということですけど、はい、ミキさん、あの好きな曲って何ですか、アーティストさん。生き物係、生き物係ね、メダカとか名曲ですよね。生き物係。メダカ？メダカ。ああ、なるほどね。カメとかも。カメとかもそうそう。ウサギとかかな。うん、うん、うん。そっちの生き物係かいって言ってあれかな？これ。バンワンワンみたいな感じになったのかな。ありがとうとかですかね。ありがとう。何が好きですか、生き物係のなんか。ジョイフルね。ああ、いいですね、ジョイフル。ああ、こう、チーズハンバーグとかかな。ああ、とかね。なんか、あの、美味しいですよね。ゴーヤーなんちゃらとか、ね。ゴーヤーなんちゃらね。沖縄ね、こういうの。いやいや、そっちのジョイフルじゃないだろう。ってやつですね。こ, この、ギドワンのね、方にもありますよ、ね、ジョイフル。西原にもありますね。はい、ということで、ちょっと足運んでみてください。はい、ということで、はい、じゃあ、このコーナー行きたいと思います。僕は気まぐれロマンティックが好きです、ね。気まぐれロマンティックですよね。ロマンティック、恋のパン、うん。あ、懐かしいな。そうそうそう。もう、中学校、高校生か。デジカラオケで歌ってたよね。のどかか、腐れるぐらい歌ってた、あれ。あの PV が見たくて見たくてね、 PV が面白いですね、このダンスね、やっぱり。あ、でもダンスって言ったらあんな感じだけどな。あ、確かに。今こそ俺はなんかあの恋のね、うん、やつってダンスやってますけど、はいはいはい、あれ難しいだろ、どう考えてもこうみんなで耳ぴょこぴょこみたいなするのぐらいがいいんだったって、うん、まあでも今はやっぱほら、あのそういう難しいのが燃えるんじゃない、うん、難しいの燃えてこうみんなでこう SNS とか動画投げて、そうそうそう、もうその流れやめ、もう大変だもん、息苦しくなってくる、あんなのは。いいさ、好きな人。好きな人やってるから。好きな人は、ね、うん、本当によろしくお願いします。はい。Yes、もうでも、ちょっとテンション上がったのは、うん、あの、先週の10日、はい、2月10日の金曜日のミュージックステーションでこう、星野源が出てたらしいんだけど、うん、そこで、うん、あのこう、くだらないの中にっていう、こう弾き語りをやったんですよね。はいはい。っていうのでもすごいテンション上がりました、ね。あ、そうなの、うん、てめえらこれを聞けと。恋とかもいや、そうだけど、こう、こっちでやった新骨頂、星野源の、うん、あいつほどネガティブなやつはいないよと。あ、そうなんだ、ね、うん、いや、もう相当ネガティブだった、こう一回倒れてからこうポジティブになった。ああ、なるほどね。いろいろこうやっぱ、うん、死の間際まで行った人はやっぱりなんかちょっと変わるね。ああ、なるほど。うちの先輩のあのまーちゃんさんもそうだけど、うん、これちょっとまーちゃんさんはねすごいですよね。そういうことだと思う。この前ライブやったんですけど、まーちゃんさんと一緒にね。そうそうそう、ちょっと、うん、そう、それでダンスのコーナーがありまして、うん、で、僕なんか一緒にダンス練習するんですけど、はい、2時間ぐらいかな、うん、バーってこうダンス、あの休みなしで踊りまして、横流してね、何回もね。そうそうそう、うん、でまっちゃんさんがちょっと休憩するかって言って、うん、あ、はいって言って、あの僕なんかやっと休憩かみたいな、ね、あの飲み物飲もうと思ってちょっと腰下ろして、うん、あの5秒ぐらいだったら、よしやるか、早っ。まーちゃんさん、あの椅子にお尻ちょっとつけただけでしたからね。なんだろ、それ勢いで弾ませて、椅子のクッション性を利用して立ち上がって、よし行こうかーって。ストイックすぎるだろ。
いやでもかっこいいですけどね。まあ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 。はい、ということですね。面白かったです、はい。はい、ということですので、じゃあこのコーナー行きたいと思います。行きましょう。単語当て合いっこはい、このコーナーでは僕たちが身近で生活していてわからない言葉、単語、慣用句その などなどをお互いに出し合って、はいはい、でまたそのファーストインプレッションでその言葉を使った文を作ってもらい、そこで本当の意味と照らし合わせて言葉の意味を覚えていこうというコーナーですね、うん、はい、ということで先週はね、うん、何でしたっけ、コンプライアンスでしたね、コンプライアンス、コンプライアンスじゃない、いや違います違います、あの、何でしたっけ、イミディエトリーみたいなやつ、あ、俺のやつ、はい、インダストリーみたいなやつ、なんて意味はね、主導権なんですよ、あ、そうそうそう、うん、インダクトリーじゃん、え、違う違う、なんかね、イニシアチブ、イニシアチブ、あ、イニシアチブ、イニシアチブですね、イニシアチブ、イニシアチブと、僕のやつは、コンプライアンスみたいなやつだったよね、そうですね、コンダクトリーみたいな、なんだったかな、なんだった、忘れちゃいましたね、早速忘れてます、あれだよね、でも意味は、あれ今出てたんだけど、こうみんなの票を集めるみたいな、あーあー、コンセンサスね、あ、コンセンサス、コンセンサス、意味を覚えたらどっちか、はい、どっちかと覚えたらいいでしょう、コンセンサスと、多数の意見を取ってきなさいってことね、うん、ということと、あとイニシアチブということで、はい、イニシアチブ、やってきましたが、はいはい、今回もね調べてきましたよ、はい、じゃあ僕から言っていいですか、お願いしていいですか、僕はまた、日本語ですね、はい、いいでしょう、日本語で、まあ、小説今結構読んでるんですけども、はいはい、小説の中から出てきた、その表現というか言葉で、はい、で僕はこう文脈から大体分かったんですよ、うん、ただこれ文脈じゃなく見たらあんまり分からないなと思って持ってきました、うんうん、鼻じろむ、うん、分かります？あー、分かんないですね、鼻じろむ、これあの普通にノーズの鼻、鼻と、白、うん、ホワイトの白、うん、書いて鼻じろむ、ひらがなのむですね、うん、はい、鼻じろむっていうこれは、動詞？鼻じろむは動詞かな、うん、ちょっと待ってよ、うん、まあ慣用句みたいな感じかな、そうだね、鼻じろんだみたいなってことでしょ多分、うん、動詞かな、もうパッと見はもう鼻じのむにしか聞こえないけどな、うん、いや、何、何、鼻血飲むですか、いや、知らんよ、鼻をぶつけて血が出てきたのでその鼻血飲むみたいな、白、白って書いてるから、だからから、うん、パッと聞きね、まあまあね、パッと聞きはね、そんな鼻血飲む、うん、まあ、なんかあれじゃないですか、うん、あの、青ざめるみたいな感じじゃないですかね、あー、でもまあ、なんかちょっと色、うん、色、鼻の、鼻が白く攻め方はいいと思いますね、白じんでるみたいなっていうこと、うん、なんかそのまあでも、うん、あのやっぱ気持ちですよね、うん、まあ結構ヒント出しましたけど、うんうん、気持ちというか、うん、気持ちだね、鼻じろむ、うん、とりあえずじゃあ文章を作りしてみましょうか、そうですね、そうですね、7回目のわいせつ勧告を受けて鼻じろむ、あはい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 、なるほどね、みたいな感じかな、うん、これ意味はまあちょっとなんか萎縮ちょっとシュンとなるみたいなってこと、ね、ちょっとなんか落ち込むまではいかない、そうだよね、ちょっとシュンとちょっと縮こまるみたいな感じだと思います、ちょっと OK です、はい、じゃあ、正解の意味を言っていいですか、うんうんうん、鼻じろむ、うん、意味は、うん、気分を害する、興ざめする、あ、はい、ということで、はい、先ほどの意味だと、うん、7回目の、うん、痴漢勧告を受けて気分を害する、うん、ちょっと憤慨みたいに近いのか、ちょっとまあ、なんかちょっとみたいな、テンション下がったわみたいな感じでしょ、なんか、うん、こんなとこで、うんうん、そうだね、興ざめするってこととか、決まりの、そう、決まりの悪そうな顔をする、うん、批判を受けたり、うんうんうん、いや、ここで入らないでよみたいなことでしょ、うん、そう。例えばなんかこう、あの、FEC 芸人でワイワイやってるところに、こう、うん、空気読めないカデケンさんとかが意味のことを言ったら、みんな鼻じろむみたいなことでしょ、そう、うん、みんなが鼻じろんだ顔をしたみたいな。うんうん、ちょっと今じゃないでしょ、うん、みたいな。そう。みたいな。空気読めてないな、みたいな。鼻じろ見ながらもこう言った、みたいな。はい、なとか、そういう使い方ですよね。うん、鼻じろませ芸人だね、まあでもなかなか使わないかな、なんかまあ文脈的な表現ではあると思いますけどね、そう、まあでも知ってて損はないじゃないですか、損はないと思いますよ、うん、はい、鼻じろむね、鼻じろむ、うん、興ざめする、気分を害するなどの意味でした、
じゃあ僕行きましょうか、はい、お願いします。僕はね、まあちょっとまたカタカナなんですけど、うん、もう結構わかると思う。でもなんかちょっとこう芯をつくのはすごいまあ難しいかなと思うんですけど、うんうん、僕の単語はですね、ユニバース。ユニバース、うん、まあなんかこうざっくりしたイメージはなんかあると思いますけど、うん、ユニバースみたいな、うん、ユニバース、はい、世界のじゃないの。まあなんかほら、そ、まあ、まあそういう感じではあると思いますね、はい、あ、これで正解じゃないんだ。まあまあそうだね、各国のだじゃん。あ、そう、そう、まあ、そう、そう、で、そう、ちょっと違うね。多分、それは、まあ、ユニバーサルみたいなね。ああ、うん。ほうほうほう。まあ、でも、ニュア、なんか方向は近いね。なんか、そこ、まあ、そういう、まあ、でも、名詞でしょ？名詞ですね。ユニバース。うんうん。世界じゃないんだ。うん、まあ、それよりかは、なんか、またもあれだ、もっとなんか、多様みたいな。たくさん、うん。そういう意味、そういう意味も含まれてくる。うん。じゃあ、とりあえず文を、はいはい。作っていただきましょうか。俺の靴はコンバースだよなって別のメーカーよ。これメーカー目立ってるか別に違うか使い方、やはり今後のことを考えるとユニバース部門を特化した方が良いだろう。まあでもユニバースな、でもユニバースか。まあでもなんかだからこのユニバースの意味自体がやっぱりそういう感じなんで、なんかその、うん、なんかなんですけども、じゃあユニバースの意味発表しましょうか、はい、まあ結構いろいろあるんだけど、うん、まあ一番使われるのは、うん、まあなんか宇宙、ああ宇宙みたいな、なんかその、うん、でもっとこう多くの意味を持たせると、うん、まあ、この地球だったりこうなんか物ってこう全ての万物みたいなイメージですね、うんうん、での宇宙、うん、こういろんなのの宇宙、いろんなのを含んだ宇宙みたいなって感じ、はいはいはい、っていうのがあるんですけど、うん、だからそのそれに言ったらなんかこの、まあ、その世界的なユニバーサルとかともまあまあ近いニュアンスではあると思いますね、うん、まあ、基本はでもユニバースって言ったらちょっと宇宙みたいなことを使うのとみたいですね、うん、とかこう万物全てのものみたいな、そう、はいはい、感じなんですけど、まあ宇宙、まあ他の意味でスペースとかもあるんですけど、はいはい、スペースはまあこのまあちょっとこう説明的な感じですね、こう地球の大気圏より外の空間っていう、こう明確な感じですね、地球の大気圏より外の空間っていうのをスペースっていうことですね、うん、スペースワールドみたいなことですね、うん、スペース、ユニバースっていうのはこうかの考え方みたいなことですね。なんかこの全てを含んだ全世界、全宇宙、そうですね、全宇宙、うん、そう。だから説明であったのはユニバースはなんかその神の視点みたいな。でスペースでいうとこう人なんかそのなんだろう人の視点みたいな感じらしいですね。わからんわ。これなんか物事を考える上でこうなんかその。うん、これといって確実な名詞ではないけど、うん、こうなんかそういうほんわかとした全体的なの、全体的な宇宙を表すときに、こう、なんかその、ユニバース。で、宇宙とはっていう、こう科学的な説明するときは、はいはい、スペースみたいなことでしょうね。はい、多分。まあ、うん、まあ科学のね、こうなんかそういうのにあったじゃないですか。うん、こうカルシウムみたいなね。うんうん、そのいわゆるこうみんなが一般的に使ってるカルシウムはなんかこう説明するときにこう使われるカルシウムですけど、まあまあ、うん、まあなんとなくはわかりますけどね、だからこうニュアンスでしかないですよ、だからね、うん、基本はでもこう万物を含んだっていうことですね、いろんな全こう地球も含めた時のユニバース宇宙、うん、でスペースでの宇宙はその地球より外、うん、みたいなところが一番わかりやすいですかね、はい、はいはいはい、ということでございます。ということでユニバース部分を作ろうっていうのはユニバース、もうそのもう文自体がどうなってもいい文だからね、これどんな意味でもでも最初のやつも良かったんじゃないですか、そしたら僕の靴はコンバースじゃなくてユニバース、ユニバースみたいな、だからもう天然キャラみたいな感じってことかな、もう万物の含めたやつ、うんうん、もうだからなんか目細めながら言ってるそいつも。僕の履く靴はコンバースじゃなくてユニバースだよみたいな、ちょっともうなんかもう悟ったやつとかがいそうだな。ああなるほどね、うん、ミスユニバースの人ってすごいんだね。いやまあそういうことです、うん、だからでもだからその多分
あの元々はそういう宇宙っていう意味だったかもしれないけど、多分俗語というか造語というか、まあそんな感じで意味がどんどん転換していって、多分世界みたいな感じもあるんでしょうね。その、うん、本当の意味で使われてるもかそのミスユニバースってなると、うん、あミスユニバースは使い方当たってるわけよ。だからその多分宇宙ではなくて、はい、このミス全女性の中のトップみたいなってことだから、うん、だと思います多分。だからそういうなんか多様な意味があるってことですよね、うん、この言葉には。そうそうそうですね、うん、宇宙以外にもそうか全体的なみたいな、うん、そのジャンルでいう全てのみたいなっていう、うん、こう万物のっていう意味もまあまああるので、ミスユニバースも全然間違ってないと思いますよっていう感じですね。はい、いや難しい。こう英語だとちょっとまた日本語と違ってこう日本語を落とし込むとき難しいので、うん、またそのそれなりの感覚があるのでね、うん、っていうことですけども、それといったらその鼻ジロムをさ、うん、こう国外の人、はいはい、海外の人に教えるとなったら少しまた難しいですよね。確かに Nose white Nose white でもね、多分その人の表現自体が多分ないから、まず萎縮するみたいな、こう一個ずついろんな意味含んでるよみたいなことを、うん、こうやっぱニュアンスで、ね、読み取らないといけないところがあると思うので、まあ、僕は、ね、日本に生まれてよかったなと思いますけども、なんかねどっかの国、うん、外国ではなわびしいだったっけ、うん、なんか、うん、そういう感覚がないみたいな、うんうん、日本と感覚あだからわびさびみたいなところだと思いますけどね、うんうんうん、だそれで言ったらこうもったいないっていう精神はもともと日本にしかなくて、あらしい、ね、そういう考え方が広がっていって、だからどの国でももうもったいないはこう共通語だよっていう、うんうん、まあ、こんな感じで、ね、意味はこう広がっていってねいけばいいと思いますけども、うん、ということで、まあね、こうみんなね、みんなユニバースということで、うん、ですね、はい、ということで、以上単語当て合いっこのコーナーでございました。はい、はい、曲いきましょうか。いきましょう。はい、曲はね、まあそんなユニバース感あふれる曲をお送りしたいなって思います。本当ですか。はい、聴いていただきましょう。布袋寅泰、バンビーナ。聞く人が戸惑うから、ツッコミ入らないからさ、一応。はい、ということでコメントいただいてますね。うん。布袋さん、そう、今日はちょっと布袋さんくくりで、すいませんが、お願いします。すいませんが、というか、お願いしますね。布袋寅泰さん。布袋寅泰さんですね。倖田來未ファンさんから、はい、コメントも来てますよ。うん。恋じゃないわけ。恋じゃないわけ。これ、あの、星野源さんのですね。はい、恋じゃない、その年の原因、まあ、イコールやっぱり恋とかになってるけど、うん、そうじゃないよっていうことですね。うん、そうそうそう。中田猫さんも、まーちゃんさん、パワフル、素敵っていうこと。はいはい、うん、ございます。この僕たちはその素敵さでいろいろね、大変、うん、大変なんですけど。はい。メールも来てるみたいですね。お、後で紹介いたしましょうか。一件。はい、ありがたいですね。はいはいはい。うん、こっちの方かな、これは違うか。2番目。2番目ですね。はいはい。はい、はい、ちょっとということで、うん、先週はミキさんがずる休みそうですね。何をなされてたんですか。家探しに行ってたんです。家探しに、あの、あ、家を探しに、あ、なるほどね。ああ、じゃあその東京ですか。そうなんです。東京のって東京のどこに住むんですか。埼玉とかです。関西、千葉寄りです。あ、千葉。毎日ディズニーの花火が見れる。おー、そこに知ったって思って。いいですね。舞浜でしたっけ。舞浜、はい、近いですね。近いです。いいじゃないですか。東京か、でも怖くないですか。めっちゃ怖いです。怖いっすよね。幽霊気が怖くてですね。ああ、はいはいはい。不審者とかどうでもいいから幽霊の気がどうでもいいんだ、不審者は。確かに、いや、幽霊とはね、やっぱりこう、やっぱりも考え方ですよね。こう、あの、こう、なんていうの、この
幽霊だからちょっと怖いみたいな、ちょっと何かされちゃうと怖いじゃなくて、はい、もうこの幽霊ともやっぱりこうマンツーマンに向き合わないともいけないんですよ、多分もう。意思疎通ができないじゃないですか。それが怖くて。いや、ね、大丈夫です。できます。できますよ。大丈夫です。できると思います。僕は会ったことないから分かんないですけど。それも会ったことない、うん。意外とでも、どんななんですかね。怖い怖いしてくるところに来るよとか言うけど。まあ、それに関してはね、どうも今って分かんないですけど。はい、まあもう。いるんだったら僕はもうすぐ引っ越した方がいいと思いますね。はい。あんまりいなさそうな。まあでも東京はそんなにだと思いますよ。あの京都とかやっぱりあのそういう、古からのそういうのがある地区は結構 あるとは思いますけど。うん、東京。江戸っ子の霊とか出てくる。電車なんかその電車の中でその。幽霊見たっていうその美術の人から聞いたんですけれども、こう電車でその首が180度回る男の人がいて、その人を2回見たからもうその電車は二度と乗らなかった、はい、そういう 曲芸だったみたいなことだよね。っていうかタイガーも一緒に聞いてたけど、中国雑技団みたいな。めっちゃ怖い。聞いてた聞いてたけど、そうそうそう。そっか。ベランダにシャッターがついてるんですよ。あの、なんかガチのシャッター。防犯上みたいな。ガラ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 って落ちたやつです。ああ、まあでもそっか、人いっぱいいるから、そっか、犯罪系もそうですね、大変だわな。なんか防音にも使えるっていうんですけど、下ろすときにめっちゃうるさい。確かに。確かに。本末転倒ですね。曲開けます。はい。はい、口も開けますって言ったからシャッターな。立ってるのかな、元に戻ってるかい、これ大丈夫かな。あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、音でキンピラでいいの。キンピラごぼうのキンキンピラピラお日様ラジオ、FM キロワン FEC チューンド木曜日、キンピラごぼうのキンキンピラピラ王様ラジオですが、はい、メールが届いていますので紹介させていただきます。はいはい、お笑い大好き高校生さんよりいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。先週体調不良でラジオ聞けないというメールを送ったの覚えてますか。あ、覚えてますよ。はい、その日熱が出てしまって、次の日も熱が出て病院に行くとインフルエンザ A 型 A と言われましたということで、でももう復活して学校に行けるようになったのでよかったです、うん、よかったじゃないですか。話変えますが、今日体育で縄跳びをしました。記録大会をしました、うん、前回は2分で100回飛べたんですが、今回は2分で93回でした。きつかったですねと。あと今週の土曜日のお笑い劇場楽しみですということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか縄跳びって久々に聞いたな。うん、縄跳び2分で100回って1分間で50回ってことか。どん基準があれだけど、どんななのかな。まあでももうできないと思う、もう僕縄跳び。2分も持たないくない？どんなかな？俺はその一時期学童やってましたから、うん、その時縄跳び死ぬほどやりましたけどね。子供は先生飛んでーって言って。なるほどね、うん、そうか。結構きついな、でも確かに、うん、きついと思いますけど、うん、もうかさ、なんかどんなか分からんけど、階段を事務所の階段を上がり下がりするだけで、うん、もうなんかちょっとあれだなと思って、最近もう、ね、なんかちょっとあれだな、ちょっとあれだなって思って、何も表現できてんよ、体のちょっとあそこがちょっとあれだなって思って、息が上がるわけですよ、なんかそれで、はいはい、なんか足がね、うん、なんか階段の上り方を忘れたんかなと思ったら、マジでそんなわけないだろ。こう事務所だって、こう事務所ね、こう3階にあるじゃないですか、はいはい、ビルので、ずっとこうエレベーターでね、うん、上り下りしてて、うん、うんだけど、こう、いや待て待て、お前の家3階だ。そうなんだよ。だからそれは俺思った時に、俺の家はこうエレベーターなしでこう階段で3階に上がる時は全然きつくないわけさ。あー、なるほどね。でこうか、まあ、階段段差の高さもあるんかなと思ったけど、うんうんうん、でもなんかさ、この上るっていう意識をしたら、あ、今日はちょっと階段で上ろうかなって意識したら、はいはい、めっちゃきついわけ。
だから多分俺本当に階段の明かり方忘れてるんです、うん、マジで。そんなことないよ。死にきついわけよ。そんなことないよ。でなんかさ、うん、ちょっといつだったかな、高校とかの時に、はい、ちょっと楽な階段の上がり方みたいな感じで、あこうなんかこう体こう下半身を、うん、こうなんかこう回しながらというのこう、うん、腰をこう回してシェイプさせながら、こうシェイプさせる反動で足をこう上げていくみたいなのをやったわけさ。これめっちゃ楽らしいと思って、うん、なんか結果きついっすね。しないよ。好きに登れもでもちょっと大変だなってのもあったから、うん、俺はでもずっとあれだね、あの2段登り、あ、はいはい、2段飛ばしのやつでしか登らない。あ逆に1段ずつ登るのめんどくさくて、それかな、それだはずな、うざってなるわけ。そんな、あそれだ、それで言ったら俺の家のやつ2段だ。そう、あそうだよ。なんか違うなって思った。そういうことか、なん段数が多いなってなってるんだ、うん、そうそうそう、そういうことか。めんどくさいから無意識で、ね、階段はさ、いつもの階段さ、もう本当に、うん、だってもう小学校もうずっと小さい頃から住んでる家だから、うんうん、何万階とも上り下りしてるわけさ、うんうん、小学校の時なんか、まあ、もういいよ階段の話、えコーナーの時間できなくなるから、うん、階段話ですよね、うん、これがまさしく階段話でしたよ。はいはい、ということでコーナーやるもん、どうします、階段の話します。いや階段の話、まあなんか他に話して告知もとかもあるからさ、うん、任せますけど、まあまあじゃあ今回はなしにしますか、うん、どっちでもいいですよ。物語で一応ちょっと面白そうだったけどね。ね、ハイビスカス太郎っていうタイトルだったんですけど、ちょっとやりやすそう。来週やりますか。来週、じゃあ一応来週はこれでやりましょう。ハイビスカス太郎で、うん、うんうん、ということですね。はい、まあちょっとじゃあ、あのいろいろ、まあ、じゃあエンディングということで、はい、エンディングの BGM も流していただいてありがとうございます。はい、そうですね、中田猫さん、うん、ミキさんの可愛い声が聞けなくなるのは寂しいなということ。ああそうですね、CM の間で少し、ね、お話ししたんですけど、はい、ミキさんがうん、もう今年、あ、そうそう、今月2月いっぱいで、うん、マダガスカルに、行くということで、うんうん、家ででしたっけ、家でするって言ってましたよね、マダガスカルに。そうですね、こう就職でね、うん、就職で東京にね、そう行くみたいですので、うん、でもなんか聞く、あこれ言っていいのかどんなか分かんないですけど、いどんなんですか、あれですか、あのその放送関係のねお仕事にまたつくということです、ね、うん、すごいよね。いやすごいよ、うん、ねえ、まあ、どんなことやるんですか、もうやっぱりこう一番 AD ですかね、 AD、 そっからスタートってことですよね、アシスタントダイバーでしたっけ。こうダイブする人、アシスタントする、アシスタントディレクターね、はい、まあまあでも本当に言い方あれですけど、いろんなことね、もう本当にやっぱやらないといけない、こういろいろ雑務だったり、もうね、そうプロデューサーだったり言われてることをパッパやらないといけないですけど、でもなんか好きということだったのでとてもいいと思いますよ、が、まあちょっとじゃあ来週が一応最後になるのかな、はい、ミキさんとはなんか最後、うん、わかんないです。3月のギリギリまでいるかも。あ、3月ギリギリまでいるかも。え、わかんないですか。なんか、はい、わかんないです。あ、そうなんですか。これいつわかるんですか。わかんないです。じゃあわかんねえや。あ、そうなんですね。ああ。まあ、じゃあ一応来週が最後ってわけでも、まあ、なくはないかもしれないでも、もしかしたら来週が最後かもしれないってことですか。でも、その確率が低いです。あ、そうなんですね。いや、そういう時に限っていなくなるんで、もう、もしかしたら来週すらいないかも。そのパターン早まったんだ、聞こえていてたのにそそくさと。多分置き手紙とかのさようならの文字とかもすごい走り書きで、なんか急に申し訳ありません、さらなスラ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 っていう書かれて、もうジェットストリームとか書いて滑らかなやつな、ね、本当にあと2号さんの勢いで、こあれあれは終わったんすか、何ですか、卒検、あ、卒論ですかね、一応出したんですけど、はい、先生から返信が来なくて、え一応まあできるかなと。あ、でも一応はこう完成というか、その、はい、自分のもうまとめる段階は終わったというか、多分それでもしダメーって言われたらちょっと直したりとか。来年になります。あ、そうなんすか。え、待って待って待って、来年になるのって言ったらこういろいろ変わってこないですか。ええー、
でもまあでもまあそんなことな大丈夫ですよね。だってこうキンキンの話不確定すぎてちょっと怖くないですか。怖幽霊とかより全然怖いですけどこっちの方がちょっと直すとかでも、もうないんすね。そうめっちゃ直したあげく話があったんで、はあ、先生がお前は卒業させないずっと言ってた。大丈夫ですよ。そんなことないっすよ、うん。それってあの僕なんかなんかあの僕なんかがやりますんで逆に、はい、卒論書きますんで なんでそんなこと言うんですかって僕なんか言いに行きますんで誰かやって言われたやった誰かやみたいな大学も行ったことないなんもわからない。はい、ということで皆さん1時間お付き合いありがとうございました。来週も生放送予定ですのでお時間あれば聞いてください。お願いします、明日は KY デンジャラスがこの時間担当しますので、はいはい、そちらもよろしくお願いします。ということで以上きんぴらごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオでした。はい、来週も聞いてくれなきゃ。キンキンピラピラ星に変わっておしおきよ。オッケーです。はい、ありがとうございます。はい、もう本放送で告知もしなかったっていう、うん、ありがとうございます。まあ、ちなみにですが2月18日土曜日に、まあ、先ほど見ましたお笑い劇場っていうライブがありますよ。はい、もうこれダメダメでしょ。ひろきさんのこのコメント卒業できなかったら代わりに僕が大学の先生と寝ます。めっちゃおじいちゃんで。え、会場ってこと？会場に